あなたの町からお得情報をお届けします。スギちゃんの全力フルスイング中継。始まりました、フルスイング中継。リポーターのスギちゃんこと杉原智樹です。今回もお得情報盛りだくさんでお送りしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、今回のフルスイング中継はですね、旧テレビ本社のあります北島町は江尻でございます。さあ、その江尻にですね、この4月にオープンしたばかりのお店です。こちら、お米のお供さんです。さあね、このご覧の通り、お米の王がですね、お米の形になっているわけなんですが、そうです、このお米のお供ですからね、お米にぴったりのおかずのお惣菜のお店なんです。さあ、そのね、お米のお供さんなんですがね、ちょっと場所のご紹介を今回しっかりということでちょっとご用意しておりますので、こちらご覧ください。さあ、今映ってますのがね、あの北島町の富士グランさんから、役場方面の、通りですね。その交差点、ミニストップさんと渡辺不動産さんの交差点を西側に入って、その一つ北川の通りです。こちらです。一生懸命手振っております。さあ、そのね、お米のお供さんなんですがね、もうやっぱりね、もう早いもんで9月ももう終わりです。でね、もうね、ちょっとずつ涼しくなってきておりますし、いよいよ秋本番となりますと、新米の季節でございますからね、どんなねお惣菜が待っているんでしょうか。今回もこの番組限定のお得情報もございます。めっちゃおりました、すいません。では早速行きましょう。こんにちは、よろしくお願いします。ではでは、カメラに向かってご挨拶をお願いいたします。お米のお供オーナーシェフ米谷夏樹です。オーナーシェフ、よろしくお願いします。お願いします。さあ、お隣は奥様ですか。はい、妻の彩香です。経理営業を担当しております。経理営業、よろしくお願いいたします。さあさあね、お米のお供というこのお店のねお名前なんですが、はい、お米のお供ね、お惣菜ってことですね。そうですね、ご飯のお供っていうのから取ってます。はい、その中ですがね、もう早速もう我々の目の前ですよ、もう美味しそうな、こちらはハマチ大根ですか。はい、もうこちらも出来たてですか。そうです、出来たてになってます。美味しそうですね。そしてですね、その私たちの後ろもですね、はい、もうたくさんの商品が並んでいるので、ちょっとカメラさん追っていただきましょう。あ、美味しそうな卵もありますし、その他ね、もうサラダに酢の物、さらに味噌煮まで並んでいるんですが、はい、この中で今日の一押しとかあれば。今日の一押しは牛すじこんにゃくの味噌煮。牛すじこんにゃくの味噌煮、はい、今ようやく映りましたね、はい、これ特にこんなところが美味しいぞとかあれば。ね、とろとろに煮込んだ牛すじがとっても美味しいです。とろとろ、これはこう何か秘訣とかシェフあったりするんですか。秘訣ですか。はい、まあそうですね、秘訣はやっぱり火入れ加減とかですかね。あ、はい、火加減がなかなかね、こうできないですもんね、そういう調節ってね。はい、そうですね。さあ、そんな商品たちがたくさん並んでいるわけなんですが、はい、その奥様のお隣にもですね、こう黒板にお米のお供出来立てシリーズとあるんですが、これはどういった商品がラインナップされているんですか。これはお刺身と天ぷらの盛り合わせと、はい、すだち鶏唐揚げ一個売りからと、はい、だし巻きのプレーンが。だし巻き卵のプレーン、はい、この商品はもう出来立てを出しますということなんですね。そうです、レジでご注文いただいたら出来立てを提供できます。はい、このラインナップ見てましても、ご覧の通り和食なんですね、メインが。そうです、和食がメインになってます。うん、これは何か理由とかがあったりするんですか。あ、もう僕が料亭とか割烹で修行を経験してきたんで、はい、それで和食をやっております。すいません、私29歳にもなって恥ずかしいんですが、料亭などに行ったことがなくてですね。そうですよね、なかなか行くのにも
勇気がいるというか、勇気がめちゃくちゃいります、ね、ちょっと、はい、それをもっと、ね、ますと、はい、もっとリーズナブルにいろんな人に提供したいっていうので、うん、こういうテイクアウトのお店を始めました。まずはお家でこのお米と一緒にっていうことですよね、はい、そうですね、わかりました。さあ、でそのいろんな商品が並んでいるわけなんですが、じゃあこのお米のお供さんの中でこう人気商品とかあれば、お、早速奥様が行かれましたが、お、何か蓋が今開いてる音がしましたよ。おお、はい、こちらはお弁当ですか。はい、そうです。当店の一番人気の色彩わっぱっていうお弁当です。色彩わっぱ、このね丸い入れ物がわっぱなんですね。そうです。もう中見てましてもね、あ、キノコだったりレンコン、さつまいもといったようにもう本当ね秋の味覚が多いですね。そうです、9月にできたばっかりなので。ね、もうこれ9月にできたばっかり秋っていうことは、はい、この例えば先までのシーズンだったら夏とかも。そうですね、うん、8月末ぐらいまでは夏バージョンの色彩わっぱでしてました、ですか。今回は9月ということで秋、はい、このお弁当もねこう結構人気なんですか。そうです、女性人気は一番です。女性人気一番、ちょうどいいサイズ感なんですかね。そうですね、お昼にはもってこいなんじゃないですかね、うん、お昼に持ってこい、はい、これはもうお昼しか提供してないので。あ、そうなんですね、はい、あのお米のお供さん、お昼の営業と夜の営業があるということなんですか。はい、そうです。お昼がお弁、こういった主にお弁当を扱ってて、はい、夜は今みたいにお惣菜、お惣菜、はい、やってます。ね、やっぱり働いてる方とかはね、そのお昼にお弁当を買ってっていう方が多いんですね、はい、ちなみにここで改めて言いますと、お昼の営業時間っていうのをこれちょっと確認しておこうかな。お昼が11時から14時までなんですけど、14時まで、はい、もう売り切れ次第終了。売り切れ次第終了、はい、そしてこの夜、夜が16時から20時までで、はい、こちらも売り切れ次第終了っていう形になってます。ということは今15時過ぎですから、はい、ちょっと早めに今回は特別に開けていただいてるってことですね、はい、そうです、ありがとうございます、はい、さあそういった商品がたくさん並んでいるわけなんですが、もうこのね、まあ、和食の料理人をされてたとシェフ先ほどおっしゃってましたけど、はい、その中でもこうぜひ味わってほしいメニューなどあれば教えていただきたいんですか。やっぱり和食といったら出汁なんで、出汁巻き卵になりますかね。出来たてシリーズの中の、そうですね、出来たてシリーズの出汁巻き卵はぜひ食べていただきたいなっていうのは。注文したら出来たて熱々のものが出てくるってことなんですね。そうです、注文してから巻きますので熱々を提供できますので。ズバリどんな商品ですか。はい、もう今から巻きに行きますので。巻きに行きますので、はい、今から行きますのでと、はい、今から焼いてきます、はい、じゃあ行っていただきましょう、はい、じゃあカメラさんもシェフに持っていただきまして、はい、さあね、そのだし巻きですね、あ、こちらでと見ていきましょう。本当に普段この注文されてもこういった形で。そうです、注文いただいてから、はい、もう巻くっていうのは絶対曲げないポリシーらしいです。あ、もう絶対にもう絶対に主人のこだわりです。先ほどもねちらっとこう他のだし巻き出てましたけど、はいはい、あれは味がついてる。あ、そうです、あれは中に具が入ってたりとか、はい、味が入ってるものなんですけど、それはちょっと出来たてでは提供できないんです。そうなんですね、はい、さあそうこう言ってます間に今油を敷いてますね。そうですね、多分早かったら3分ぐらいで出来上がるのかな。そんなに早く出来上がるんですね、はい、もうそれがプロの技です。プロの技、職人の技。そうですね、え、だって料亭などで修行されてらっしゃる、はい、そうですね。でもね、こう、あ、ガジュッといい音がしましたが、見えるのもいいですよね、ライブ感が。ね、はい、このワクワク感といいましょうか ね、オープンキッチンなのでね、うん、さあ、そういった中で早速トントンとフライパンがいい音をさせて作っていますね。お、あらかたね、できていくんですが、お、これもう一つ。やっぱりだし巻きにはこだわりがあるんですか。強いみたいです。はい、もうなんか溢れるだしで巻くのは本当に難しいんですよ。もう普通の卵焼きでも難しいんですけど、はい、これがもうだしの量が多くなったら余計に巻きづらくって、うん、もう巻くのに一生懸命修行を重ねたみたいです。その修行の腕が、はい、そうですよね。普通僕カメラの前で卵焼き作ってって言われてもできないですもん。そうですよ
さあ、そうか言ってる間に卵がくるくると来ておりまして、この待ってる間がまたいいですよね、うん、このだって少しずつパーッとね、いい香りもしてきて、ね、見てるお客さんもいらっしゃいますよ。そうですよね。でも逆に見られたらシェフもやりにくさはあるのかなと。見てほしいって。見てほしい。見てほしい。じゃあ今ね、テレビで北島松井神田の最長のご主催に、はい、おできましたか。さあ、そして今回お皿の上に、そうですね、今回特別に普段はあのようにか、おお、いやもう夕景がで、おお、今ジューって、はい、お米の音もすごい。カメラマンさん、もうちょっとこっち戻ってきてください。もう出来たてなんで、もう行きましょうか。はい、で、おお、はい、お待たせしました。輝いてますね。もう湯気がもう出来たて熱々ですよね。先ほどおっしゃってましたけど、なんか出汁、そうですね、出汁が多めなんで、もうお箸切ってもらったら出汁が溢れるとは思います。あ、こんなところにお箸がいっちゃいましょ う、 もう真ん中裂いちゃってください。もう真ん中裂きますよ。おお、プルプルですね。でも、あ、でも確かにこの下にね、お出汁が、そうです、もうお箸で強くジュッと押してもらったら、はい、ちょっと押しますね。いきますよ。出汁がね、もうふわふわなんで。いやでもね、確かにこう横見てもね、こうちょっと回しますね。ここお出汁がね、こんなに出てるのは、そうですね、だからもう切って提供できないんで。そうですよね、だってこうなっちゃいますもんね、ちょっと傾けたら持って帰ってる間にビチャビチャになっちゃうんで。じゃあちょっとビチャビチャにならないうちに。わー、すごい。持つのが難しいぐらいもう出来たてなので ね、 そうですね。いただきます。熱々です。熱々です。お、熱々なんですけど、トロトロで美味しいですね。ありがとうございます。で、また出汁ね、そのこだわりの出汁ですよね、はい、もうこうすごく出汁の味が強いのかなと思ったんですが、すごく主張があるっていうわけでもなく、でも卵の甘みもあってすごく美味しいですね。ありがとうございます。ね、これがプレーン。これがプレーンになってます、はい、いやもうね、この切った後でちょっと時間があるんですが、まだ湯気が立ってるというね、この熱々感、はい、出来たてならではですよね。そうです、そうですと、しっかりと今強い瞳が僕の前に映りました。さあ、シェフね、ちょっと前に出ていただきましょうか。いやあ、どうぞこちらに。いやもうこれぞ一押し。そうですね、一押しになります。ちなみにこのね、まあ、やっぱりだし巻きって言ったらだし大事ってね、もう最初からずっとおっしゃってますけど、このだしのこだわりとかってあったりするんですか？このこだわりはですね、はい、秘密になっております。秘密ですか、はい、こだわりはですね、ですんなり出てくるのかなと思ったんですけど、秘密になってます。秘密になってますか、はい、奥さん、このだしの秘密って？私は知らない。私は知らない、はい、やばい、若干知ってるかないとちょっとワクワクした自分もいたんですが、はい、そうでしたか、はい、はい、いやね、もうね、もうやっぱりだしは和食の基本ですよね。基本になりますね。もうということは、もういろんな商品、結構和食の、ね、メニューが多いんですが、その中にも入ってる？あ、もうほとんどのお出汁使ったメニューには絶対このお出汁が入ってます。もうお出汁が詰まっているわけでしてね、なんと残りの時間も詰まってきておりますので、ちょっとそろそろこの番組の限定のお得な情報のお時間いってもいいですか？はい、ではいきます。では参ります。ぐるぐる割引ルーレット。さあ、ということで今回はですね、ルーレット、ご覧の通り、少したくさんあるんですが、ちょっと見ていきましょうか。まず、あ、もうルーレットが指しておりますね。合計金額から 10% オフ、そして少し細いんですが 20% オフ、はい、さらに 5% オフ。いや、すごいですね。合計金額ってことは、買ったものの合計の金額が割引ってことですよね、はい、でもね、ね、営業と、はい、そうですね、
ケーキなんで。ケーキですよね。はい、これ20%って。だいぶ、だいぶ痛いですね。だいぶのトーンが今結構なトーンだったんですが、でも、はい、いいんですか？はい、大丈夫です。大丈夫ですとシェフがおっしゃっています。みたいです。みたい。ちっちゃいんでね、まあ当たらないかもしれないという、はい、そこをお聞きいただきました。さあ、他にもね、いろいろあるんですが、まあ、これはちょっと置いときまして、すだち鶏の唐揚げ1個プレゼント。あ、ちょうどね、奥様と僕の間ですか？はい。じゃあ、すだち鶏の唐揚げ、1個120円。そうです、1個売りからしてるので。はい。ってことは、あの僕みたいに家族はいないけど唐揚げが食べたい、はい、じゃあ10個ぐらい買いたいなっていう時には10個、はい、持ってこいですね。持ってこいですか？あの持ってこい、ちょっと今カメラがズンって寄ってて切ないんですが、はい、あの29歳30までに結婚したいぞと、まあ、そんな話はどうでもいいんですけど、はい、これが一つ売りからなんですね。はい、そうです。実際のコロッケもちなみに先ほどちらっと売ったかもですが、一つずつの販売ってことですね。そうです。その中でも唐揚げは今回は1個プレゼントです、はい、最後です、はい、シェフのスマイルプレゼント、はい、全力でプレゼントします。全力でプレゼント、はい。え、そのあのシェフって普段笑われるんですか？まあ、ぼちぼちですね。ぼち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 っていうことはレア。レアですね。レア。これが、え、じゃあすみません、9点見たんですけどスマイルくださいって言ったら全力で、全力でやります。全力で、全力で厨房から、はい、キッチンから、はい、それも気になりますが、果たして一体どこに当たるんでしょうか。今回5つのルーレットでございます。どこに当たるか回していただきましょう。ではいきます。ぐるぐる巻き巻きルーレット、ではお願いします。巻いてください。さあ、ルーレットが回りました。一体今日はどこに、あ、シェフのスマイル、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。今ちょっとニコってなって、20%オフ。いいですか？しゃあないです。しゃあないです。ということで、もうシェフも、ね、今ニコッと笑いましたので、今回はお買い上げの合計金額から 20% オフです。どうもありがとうございます。さあ、ということで 20% オフになりましたけど、これ先ほども言いましたけど、お買い上げの金額からということですね。はい、合計金額から 20% 引かせてもらいます。では先ほどのおかずと、まあ、唐揚げだったりだし巻き卵、まだ湯気が出ておりますが、なども一緒に買って、その合計から 20% オフということですね。はい、そうです。じゃあ期間の方は、10月の6日まで。10月6日、はい、日曜日ですか？そうです。少し先までですが、はい、旧テレビを見たというと、はい、20% 割引です。ちなみにいつからですか？今日からです。今日から、27日、金曜日から10月6日の日曜日まで、合計金額から 20% オフです。こうやって昼も夜もですか？はい、そうです。昼も夜もです。皆さんぜひお越しください。改めまして本当にありがとうございました。あと2分。さあ、もう残り時間が少ないので、ね、今日せっかくね、カメラ2つあるんで、行きたいところなんですが、まあね、おせち料理などもね、はい、あると思いますのでね。あ、完全予約のおせち料理になってます。お供のおせち料理、はい、これもまたどんなのかが楽しみですね。はい、11月末までの予約となっておりますので、こちらもぜひ、ね、参考にしてみてはいかがでしょうか。ございます。さあ、ね、もう時間が残り少ないので、ちょっと今日カメラが、ね、2つあるんで、せっかくだったら向こうのカメラにバイバイしてお別れしましょうか。では行きましょうか。さあ、こちらですね。さあ、向こうのカメラですが、さあね、もう早いもんで終了ですが、今回は合計金額が 20% オフということでお届けしてまいりました。いや、改めましてね、今日は 20% オフなんですが、ちなみに今日のメニューで一押し、再度もう一度聞いていいですか？今日は牛すじこんにゃくの味噌煮になってます。牛すじこんにゃくの味噌煮です。ぜひね、この後生放送終わってからでもお越しください。いや、楽しい。この後4時から営業となっております。いや、楽しい。今日本当にありがとうございました。風船中継、次回は10月11日の金曜日、2週目の金曜日にお届けしてまいります。いや、ありがとうございました。さようなら。さあ、向こう、バイバーイ。